小島なぎさです。向井田です。さくみみ359、本日公開です。やった。今回は2人でフリートークをしました。楽しかったね。たくさんお話ししたんですけど、あのフリートークの冒頭ではなぎのある報告を聞くことができます。何の報告かな。念願だったんです、あの報告できたことが。もう、皆さんに何度も聞かれた質問だったので、ようやく報告ができたんじゃないかなって。楽しみなんじゃないですか、皆さん。糸葉ちゃんはどうでしたか。糸葉ちゃんは、あのメッセージもね、バディのおじさんからいただいていて、 それを読んで、なんか楽しい気持ちになったり、ハッピーになったりしました。本当に皆さんが本当に楽しい気持ちになれるような作耳になったと思います。ぜひ聞いてみてください。またね、聞いてね。埼玉県15歳女性、ラジオネームラブリーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。いつも作耳を楽しく拝聴させていただいています。少し前に桜坂46の冠番組、そこ曲がったら桜坂にて、向井田葉ちゃんと山下しずきちゃんが豆にハマっているとおっしゃっていましたが、今2人が新たにハマっているものや言葉はありますか。ちなみに私はハッピーという単語を使うのにハマっていますとのことですけど、ありがとうございます。可愛すぎる ね。可愛いね。15歳、15歳っぽいね。ハッピー。でもさ、15歳にしてはめちゃくちゃ丁寧じゃない、文章ね。可愛いね。すごくない。私もハッピー、ハッピー、あれだな、こんな丁寧な文章書けない。もう、もうハッピーにハマっちゃった。嘘でしょ、早ハッピー。そう、今日はやっぱり積極的にハッピーを使っていきたい。確かに。でも確かにハッピーってなんか使ったら幸せになれるよ。え、なんかね、断るごとに、あ、やばい、ハッピー。ハッピーかも。やばい、ハッピー案件だ。